父さん、確かに家を出たけど、私は家族までやめてない。お姉ちゃんやお父さんに受けた恩を忘れたこともないよ。だから都合のいいことを言うな。一度紹介を抜けると決めたのだ。自分で決めて始めたなら徹底的にやり遂げるべきだろう。分かった。だったら私は花屋プチフルリストは取引を申し込みます。なんだと？希少会の販売主任カーラ・ペンドルトン、当店で彼女の行方を調査してその身柄の安全を確保します。報酬はアルタゴの地に咲き乱れるという純白の花セレン。希少会が扱うその種子を優待価格で下ろしてもらえませんか？ただし調査に必要な情報は提供してもらいます。自分が何を言っているか分かっているのか？実績もない貧民街の花屋をどう信用しろというのだ？信用できる相手かどうか見抜けないあなたではないはずです。何？それに今の条件ならどう転んでもペンドルトン商会に損はありません。おっしゃる通り当店はまだ小さなお店、ここが勝負どころだと思っています。損して得を取れですよね。相手はロムンにさえ反旗を翻した聖国騎士団だぞ。花屋のお前が一体どうするつもりだ？迷惑がかかってはいけないのでそこは秘密にさせてもらいます。この仕事は結果が全てのはずです。お嬢、すごい。キリシャ、なぜ今までそれができなかったのだ？一人で店を開いてみて分かったことがいっぱいあるの。仕入れ値一つ決めるのもお父さんやお姉ちゃんがいないとすごく不安で、でもお店を続けるには一人で真剣に考えて答えを出さないといけない。たとえ苦手なことでも簡単に逃げ出すわけにはいかないって気がついてみると、当たり前なことですごく恥ずかしいけど、私がお前の成長する機会を奪ってしまっていたというのか？それは違うよ。お父さんとお姉ちゃん二人が教えてくれたことが結びついてたどり着けたんだと思う。私一人じゃきっと無理だったよ。だからお姉ちゃんのことを放っておくなんて。カーラのことはまずロムンの守備隊に抗議した。だがベルガー監獄長が不在でな、どうにも要領を得ないのだ。え？調査に必要な情報の提供、それが取引の条件なのだろう。お父さん結局守備隊では拉致が明かず騎士団から直接説明があってな。それによるとカーラが怪人たちと通じていたという容疑らしいが。え？それって容疑の内容自体は私にとって驚きではない。たとえ本当だとしてもカーラなりに考えがあってのことだろう。それより私に断りなくペンドルトンのものを拘束するとは、これまでの関係を考えれば事前に連絡くらいありそうなものだ。なりふり構っていられなくなったか？それかそんなことをもう気にする必要がないのかも。そんな鉱山からの情報によれば騎士団幹部は監獄の禁区とやらによく集まるそうだ。最近捕らえられた者はそこへ連れて行かれるという噂もある。禁区？それじゃあお姉ちゃんも？その可能性はあるだろう。カーラに関する情報は今のところはこの程度だ。お父さんありがとう。まったく総督府の選挙といい本気でロムンに反旗を翻す気か。
確かにロムンは侵略者だが、以前の王家よりうまくグリアを収めている。今の状況は歴史の必然だと思うが、難しい問題だな。リッシュさん、まあ新しい情報が入ればまた知らせる。そのなんだ、あまり無茶をするな。それからお前の店なんだが、かなり奥まった場所にあって、立地の面で大きく損をしている。工夫しろ。ちょっとしたことで店の印象は変わるものだ。どうすればいいかすでに教えているはずだぞ。お父さん、ありがとう。Thank you.
ドルさん、何でも申し付けてください。いつでもお待ちしてます。お前か。取引の依頼か。これを選ぶとはさすがだな。それではな。お前か。取引の依頼か。取引の依頼か。そうではな。アドルちゃんは何を選ぶのかしら。愛情たっぷりよ。ほう、もう頑張ってきてね、アドルちゃん。いいかな。あや、おう、またな。アドルさん、アドルさん。どうした？そうさね。アドルさん。Thank you.
ドル君、いらっしゃい。アドル君、おもお大事にね。ああ、お待ちしてます。ねえねえ、たくさん交換していたよね。それじゃこれと交換ね。まあ、バイバイ、また来てね。ちょっと待って。イリス君の見せたいものとは一体何なんだろうね。アドル君は何か聞いているかい？おじさん、アドル、待たせたわね。その、どう？に、似合ってないとか言うんじゃないわよ。当然よね。私の丈に合わせてシャンテに繕ってもらったんだし。とても素敵だよイリス君。しかし店長に用意してもらったということはもしかして？うん、ダンデリオンで正式に働かせてもらうことにしたの。だから自称暗殺者はもう廃業するわ。元王族って肩書きももう忘れることにする。もともと名ばかりだったけどね。イリス君、それが君の出した結論なんだね。ええ、ダンデリオンで過ごすうちにいろいろと思い知らされたのよ。私は全部をロムンのせいにしてただ逃げるみたいに生きてきた。でも私もみんなみたいに胸を張って生きてみたいと思ったの。だからその第一歩としてただのイリスになろうと思うわ。そうか、うん、君の決断を応援しよう。暗殺者よりもその姿の方が君らしいよ。うん、ありがとね、あんたたち。しかしそういうことなら勉強の方もしていかないといけないね。文字の読み書きはできるようだが少し世間に疎いところがあるようだから。
店員として正式に働くのなら礼儀もきちんと正さないといけないよ。特にシャンテ店長には敬語を使うようにしないとね。おじさんのそういうおせっかいなところ、私の育ての親とそっくりだわ。裏稼業の人っぽかったけど、どこまでも食えない人だったわね。いくら暗殺術を教えろって言っても護身術しか教えてくれなかったし、私を預けた人の頼みとかで元から暗殺を教えるつもりはなかったみたい。結局あの人が病気で亡くなって私は飛び出してきちゃったわけだけど。そっか、それはまた辛い別れだったんだろうね。親御さんや君を預けてくれた人には感謝しないといけないよ。思ってくれた人たちのおかげで君は過ちを犯さずに済んだんだろうから。もうだからそういうのは余計なお世話なのよ。あんまり調子に乗ってると殺すわよ。暗殺者は廃業したんじゃなかったかい？それはそうだけど、そういえばあんたたちに用意してたものがあったわ。いい？おとなしくそこで待ってなさいよ。おお、美味しそうな紅茶だね。それではいただくとしようか、アドル君。なんだと、なかなか刺激的な紅茶だね。引っかかった。イスパニ特産の激辛香辛料よ。暗殺者はやめたけど一筋縄で行くと思わないことね。これからはせいぜいお店の料理にも気をつけなさい。これは参ったな。いたずらはほどほどにしてもらえると嬉しいよ。いつでもお待ちしてます。ねえねえ、あのさ、バイバイ、また来てね。アドル、頑張ってきてね、アドルちゃん。
は中庭だ。一暴れしてやってくれ。いいね、退屈しなくて済みそうだ。怪人だと。またしても侵入してくるとは。ごめんなさい、通ります。何度もすみません。これは数が多。適当に引きつけたら階段を登ってエントランスを抜けましょう。ここから西棟に向かう手はずだけど、うん、上へ飛んで行った方が早そうだね。シャンデリアを落とせ。こいつらにも騒ぎを起こしてもらう。盛り上がってきたぜ。おお、怪人がいるぞ。思ったより時間が足りん。予定変更だ。お前たち東棟から中央棟へ飛べるか。派手に暴れて引きつけてくれ。ええ、承知しました。俺は強い。よし、ハンターグライド。せっかくだから相手してくれよ。
ちょっと相手の方が気の毒になってきました。おいおい足りねえな、てめえごときじゃ。鍛錬が足りないんじゃないかしら。ドックの皆様、こんにちは。完全に悪役だな。マクシムさんだ。
着々だね。準備できたら向かおうよ。何かあるみたいだ。
何かを発見しました。何かを発見しました。何かあるみたいだ。何かを発見しました。私の出番で任せて。